皆さん、ここが一体どこだかわかりますか？なんとここも私たちの住む牛久市です。牛久市上音では皆さんご存知の NEC さんが田んぼを作っています。その名も NEC 田んぼ作りプロジェクト。 NEC グループ社員とそのご家族の環境意識の向上を目的とし、2004年から認定 NPO 法人浅田基金と一緒にスタートしたのだそう。上音に田んぼができたのは5年前です。毎回たくさんの方が牛久にやってきて、稲作からお酒作りまで1年を通じて体験をするんだそうです。少しだけ撮影させていただきましたのでご覧ください。タダで貸してもらってるんで、その農家さんが補充にやってくださいとは言えるんですけど、ね、ここのさっき踏んでたみたいにしてダーッと踏んでてた、向こうまでずっと踏んでたんですけど、向こうがまた踏まなかったら大変になっちゃったね。で踏んで結構草が寝てきたんで、よし田んぼ作ろうって、ラジオ作って水をかけて、この人はだから草が寝てるらしいんです。そうなんですね。やっぱ頑張らなきゃ。だからなんか根っこが臭いとかなんか言ってますけど、この匂いがさ、根っこの根っこの辺玉ねぎが臭ってなんか匂いするし、口数がすごいからご飯食べたらみんなそうですね、きっとね。どうですか今日一日。今日は楽しいです。楽しいですか。、ね、もう何度もここで田植えの、あ、何度もやってますね。あ、達人、あ、達人、あ、達人です。達人になるにはどうしたらいいんですか。達人になるためにはいっぱい来ることですね。いっぱい来て、はい、飯島さんの教えをちゃんと守るとか、あと、神さん山田さんっていうのと、うんうん、もう一人今泉名人と二人いて、はい、その今泉流で行くか山田流で行くか、それに、まあ習えば達人になれます。あ、なるほど。2人ともねちょっと流儀が違うんで。あ、そう、うん、やっぱりね面白いですよ、うん、まあ、正解はないですかねきっとね、こういうの正解はないですね、うん、いやでも毎回毎回宿に来るの大変だなって思うことないですか。え、だって寝てればいいんだもんね、来る電車の中で。大変だと思うことはないですよ。よかった、安心しました。なんか、え、なんで。いや、なんか牛久遠いからなとか、いや、なんかそういうのがあって、なんかこう東京の方あまり来てくれなかったら嫌だなって。いや、楽しいから来るんで。ね、行きも帰りもね、寝てりゃいいんだし。帰りはね、いっぱい飲んで。そう、いっぱい飲んで。最初はですね、社内 の、生物多様性 の教育っていうことで、まあ、自然と触れ合って子どもたちがそのいろんな生物と触れ合って、まあ、ここにも絶滅危惧種がいっぱいいるんですけども、そういうのを保護しようっていうんで、まあ、社員の教育を最初に、やろうと思って、で、まあ、田植えをしましょう、で、たまたま浅田基金さんが、まあ、そういうような取り組みやってて、浅田基金さん のモットーに100年後にここに時を呼ぼうっていうコンセプトがあって、で、じゃあ一緒に協力してやりましょうっていうんで、で最初達人さんといってもみんな素人だったんで、全部浅田さんにいろいろ教わったんですよ。紹介してもらって農家の人とかに。ああ、なるほどね。で、田んぼを始めて、でそこに今社員が田んぼなんかやったことないんで参加しましょうっていうので、だん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 増えてきて、面積もだんだん増えてきて、で最初の方ってどれぐらいだったんですか、田んぼって。面積っていうと難しいですけども、面積一番最初のあそこ見えたとこだけしかなかったんです。はい、あ、じゃあどん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 奥の方までこうやってこうやって広げてきたんですよね。でまだこう広げていこうっていうんで、ここで初めて5年と、いうことでしたけども、5年前と5年経った今と、やっぱ社員の方の意識というか、なんか変わったなと思うところってありますか。やっぱり自然って我々その IT 企業でいろんな人工的なものを作ってやらなきゃいけないんですけども、まあ、自然も大事だねっていうことで、
あの自然とこう調和をしながら、うん、あの発展していこうっていう、単なるその科学の発展だけじゃなくて、はい、昔のそのいい自然の部分を残して、共生共存というか、そうですね、あの絶滅危惧種とか出ないようにちゃんと種も保存しながら、はい、あの人間がこう文化発展させていこうっていう、素晴らしいですね。こうやって NEC さんと浅崎金さんが一緒にお米作りとかやられるようになって5年ぐらいとお伺いしたんですけど、うん、そうですね、まあ、あの他の地域でもやってたので13年目です、はい、石岡の方でと合わせると13年となってますけども、はいはい、今日はいかがでしたか。もう100何人の、ね、子供から大人まで参加して、まあ、このところ親子連れが多いんですよね、参加者で小さい子供たちもたくさん参加してくれて、抽選でなんか参加者が決まるって聞いてびっくりしたんですけど、もうすぐね定員いっぱいになっちゃうんです、こちらの方は、ね、で本当嬉しいです、はい、で1万人延べで NEC さんだけでも、うん、もうこれまで13年間で延べ1万人を超えるボランティアが参加で、素晴らしいことです、ね、なかなかそうやって大きな企業さん、東京の方から皆さんこうやって牛久に来られて、で、そうなんですよ、牛久の問題でもありますけども、うん、こういう耕作放棄地がね、うん、霞ヶ浦のこう水源地ですから、うんうん、霞ヶ浦の問題って本来茨城県民が率先して取り組まなきゃいけない、ね、しかもここは牛久市で、うん、牛久の市民もこういう里山が荒れていたらそれを なんとかね自分たちで良くしていかなきゃいけないんだけど、まあ、それをなかなか住民だけではできないところを都会からたくさんの人が来てずっと継続して取り組んでくれてる、これは素晴らしいことですよね。本当ですね、これからも続いていて、またいろんなところにも、ね、広がっていったら、はい、牛久市内は他の企業さんも私たちと含めて、うん、組んで今7社ぐらい大手企業さんがいろんな取り組みしてくれています。ですから牛久の市民の皆さんともね、ぜひ交流も深めながら、あるいは牛久の市民さんの皆さんともまた独自にね、あのこういう八田や里山の再生ってやっていきたいな。でこの牛久は東京から近いところですから、この豊かな里山の環境が楽しめる場所ということで、たくさんの方々に、ね、来ていただきたいし、またあの教育も力を入れて、私も小中学校、全小中学校で授業行ってますから、はい、総合的な学習の時に、はい、すごいこう黒板にいっぱいにこう、ね、絵を描いて、で牛久の良さを、ね、みんなに、はい、あの学習してアピールしていこうねってことをやってますけど、まあ、たくさん子育て世代の方々にも引っ越してきていただいて、うん、いい街づくりができたらいいなと思って、どうもありがとうございます、はい、これからも浅崎金さんのいろんな活動、チャメ TV でも紹介したいと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。どうも。約30年間耕されることなく人も立ち入らない耕作放棄地が皆さんの手で再生され、生き物たちが戻り、こんなに素敵な八田になりました。 NEC の皆さん、浅崎金の皆さん、今回は取材のご協力どうもありがとうございました。